やるよ。自分がどういう実況者かとか、うん、まあ、僕がどういうタレントかっていうのを分かっててブッキングしていただけると、うん、ちゃんと着地点を用意してくれてるっていうか。そうなんですよね。たまにやっぱ何も知らなくてブッキングされたりすると、こんなことやんのみたいな。いや、めちゃくちゃありますよ。いや、俺こんなこと言わねえよ。さあ、それでは VTR どうぞ。俺言わねえよみたいな、誰かに言わせとけよみたいなあるんすよ。あれさ、どうにかならない。今度ね、言おうかなと思って、これ言えませんって。あるんですよね。そんなのは俺言えないっすよみたいなのがめちゃくちゃあるんですよ。久保さんとかは、うん、あの作家さんのね、ずっとね一緒にやってるからそんなこと言わせないけど、みんながみんな俺のこと知ってるわけじゃないじゃないですか、もちろん。だからね、あのお互いがちょっとどうしていいか分かんないみたいな空気の時めちゃくちゃあるんですよね。あと、あの、うん、俺が言ってないけど僕の視聴者が誇張表現で言ってることを俺が言ってると勘違いして、ね、うん、そう言わせる。なんとかだよな。言わねえのに、ね、すげえ言わされるんすよあれ。俺言わねえんだけど。あれもうやめない。ちょっと加藤さん、最初の挨拶やーでお願いします。やるよ。俺言わねえのにそんなこと。俺比較的、あいどうもーみたいな、今日はねみんなやってくよみたいな言わないよね俺ね、そんなこと。そうね、すごくね言わされます。いや、でもたまに言ってるよ、無意識に。あ、言ってます、うん、たまにね。でもやっぱスタートでは言わないんですよね、結構ローテンションから。そう、確かに確かに。今日はどうなのみんなみたいな、さ、しょうもない奴らがまた集まってみたいな、そういう感じからやってるのに急に怒鳴りが入ってね。そう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 、加藤潤しかないよなさあみたいな、エコーかかっちゃったりすげえ恥ずかしいんだよなあれ。あるわ、苦しい思いする時ありますね。それやっぱね、僕はもうタレント業みたいな感じで割り切ってるから、うん、できるところあるけど。そうだからもう羨ましいんですよ、うん、さあ始まりました、おいし加藤のピザラジオの後のさ、おしゃべりくそうつごめんことおいしますよしです、加藤純一だよなそんなこと言ったことあります？ないわ。ないじゃないですか。ないわ。いい加減気づいてほしい。見てる人たちも、うん、その作家さんも、こんなの言わないんだな、ね、この人はって。書いてないもんね。そう、書いてない。僕もさんのやつとかも、ね。そう、加藤純一ですしか書いてない。俺、加藤純一ですでいいんですよ。